おはようございます、ブヒケンです。本日は火曜日ですね。朝からとてもいいお天気で、いいお天気っていうか、まあ、暑いね、うん、ここ数日めちゃめちゃ暑い。昨日はね、月曜日で私定休日でしてね、ずっと定休日ですすいません、ちょっと強がってみましたずっと定休日です。もうお仕事のご依頼お待ちしておりますんで、皆様よろしくお願いいたしますちょっとね、優しい時間をずっと過ごしてるんですがね、昨日までね、またちょっと親父がこっちに、ね、来てくれてたんですよ。まあ、昨日ね、朝からまた病院の経過観察の検査の日だったんでね、まあ、結果ね、経過良好ということでね、どこも悪いとかありませんと、そういう風にね、先生にもね、言っていただいたんでね、その1週間前にね、CT の検査をやってきて、その結果の報告が昨日だったんですよ。だもんで、まあ1週間ぐらいね、ちょっと親父と一緒に遊んでたんですけどね、親父もね、退屈してるらしいからさ、やっぱり一緒になってラーメン食い行ったりとかね、くーちゃんの散歩したりとかねそんなしてね、こっちでね、楽しく過ごしてもらいました。はい、また来月ぐらいになったらまたね、ちょっとこっち来てもらってね、また数日間遊んでってもらってっていう風にね、うん、過ごしてもらおうと思ってます。俺ちゃんと親孝行できてるかなまあただね、ほら親孝行はいいんだけどさ、お仕事っていうお仕事が最近何もないもんでさ、作業動画を一切出せてないじゃないですか。まあなんかね、いろいろちょこちょこやってはいるんですよ、僕もね、まあ言ってもしょうがないか。だもんで、今日ちょっとね、久しぶりにね、今日からまたちょっとジョコンダさんをちょこちょこ綺麗にしてるのをね、再開しようかと思いまして、まあ見てても面白くない動画になると思いますよ。まあ、それをね、またちょっとね、撮ってね、動画にしようと思います。まあ、そんな感じでね、久しぶりのね、地味な作業動画にはなりますがね、皆様つまんないと思います。つまんないと思いますよ。まあ我慢して最後までね、見ていただけると幸いなのでね、皆様最後までご視聴よろしくお願いいたします。ほんとすみません。まあね、やっていくかっつって言ってもね、ほんと面白くないと思うんですけど、まあファイアウォールね、色までもう塗り終わったんですよ。綺麗にはなった。でね、今ね、また再構築をしてるとこなんですけどね、外すもんをね、また組み立ててね、今つけてる最中。今、あと、ウルフホイッスルね、今からつけりゃ OK かなっていう感じ。ちょっとここのグロメットがもうね、ぶっ飛んでなくなっちゃったんで、こう硬化しちゃうのね、こういう風に。ここはかろうじてまだ生きてるからそのままにしてるけど。これもちょっと新しいのをね、つけて、そしたらちょっとエアクリーナーとバルブカバーをね、外そうかと思います。よし、ちょっとやっていくか。それではですね、ちょっといろいろ外していたやつね、まず弁当を元へ戻して、どこ行った、よし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 、弁当ちゃんのこのワイヤーを元に戻します。あー、こっちが痛い。ここですね目が悪くて見えねえ。ふんふんふん、よし、ここにね、ちっちゃい穴が開いてるんでね、ここにまずワイヤーを通します。こう、よし、よし、がっちりと。そしたらまずこのクソちっちゃいネジをで固定します。オッケー。そしたらこのメインワイヤーを固定します。よいしょ。ちょっと待って、このネジ汚ねえな。ちょっと待って、ネジ交換しますか、汚いので。よし、綺麗なやつに変えます。ただどうかな、ピッチ的に大丈夫そうね。はい、入るかな。っていうかやりづれえよ。もっとちっちゃい、ひょっとしたら。そんなことないよね。
このサイズだよね。ボンネット邪魔だな。いて。よいしょ。いったか。入んねえな。ちょっと待って。気持ちでかいわ。気持ちでかい。ちょっとちっちゃくした。これで入るかな。こっちから入れた方がやりやすい。なんとかはめました。ちょっと縮めて。これでも切れ目が下切った方がかっこいいよな。もう一個ね、ちょっとね欲しいんだよね、ここの部分が。買ってくるか。なんとか、まあゴムだからなんとか入るには入るんだよね。こうこういう感じです。よいしょ、よいしょ。ちょっと1個買ってくるか。これ足んねえもんな。この大きさのやつがね、これあと1個しかなかったんですよ。これよりちっちゃいのはいっぱいあるんだけどな。やっぱ一緒だな、こっちもそうだな。25、多分25サイズのやつあったよな。売ってるんだよな。24が売ってるんだな。ちょっと買いに行ってきます。あ、こう書いてあるよな。はい、行ってきました。買いに行ったんですけど、ホームセンターが改築だかなんだか工事やってて営業をしておりませんでした。マジか。ちょっと待って、どっかねえかな。はい、探したけどありません。まあ探してもないので、あれですね、何日かしたらまたホームセンター再開する。まあアマゾンで買ってもいいけどな。まあ、とりあえずちょっとそれではそこはそのままにして、その他を再構築をしていきます。こうなります。ちょっと待って、すっげえやりにき。ちょっと待って、落ちてっちゃう。ちょっと待って、やり抜き、あー拾ってきました。体勢が良くないのよ。体勢がね。ちょっと待って、だからちょっと横着しないで一個ずつ、もう一個か。よし、よし。やっべ、これ腰に優しくないな。腰曲がいて、ちょっと待って。あ、よっこらしゃ。あ、いててててててて、腰がちょいて。で、バキュームの配管を元へ戻します。よし。あ、ちょっと汚いね。よし、 OK かな。で、あとはそこのグロメットだけですね。ここも埋めるか。ここはちっちゃいやつで埋まるかな。ちょっと待って、ここだったらちっちゃいやつで埋まるんじゃない。ほら、あ、いけるな。はい、加工してきました。これはこうですね。ちょっと待って、よし、ちょうどぴったし。これでここ以外はみんな塞がったかな。よし、とりあえずやってこう、進めていこう。ここにですね、リレーが3つあるんですよ。ホグランプと、電動ファンのうちの1つのリレーがちょっとここバキンって折れちゃったので交換します。
今度はちょっとこのここが折れないように鉄のやつに変えます。どうもこのプラスチックのやつ弱いよね。やっぱちょっとこじるとパキって割れちゃったりするんだよな。これちょっと緩いんでスポスポ抜けるところがあるさ。これここだけかしめよう。ちょっと待って、あーこっち行った。よし、がっちり。他は大丈夫だな。でよし、これで OK。 ヒューズボックスも痛みはないな。ヒューズボックスってね、ダメになるときはダメになるもんで、時々見た方がいいんですけどね。スターターのとこのヒューズボックスが一回ダメになってエンジンかかんなくなったことがあるんですよ , 笑ったっけな、あの時は。よし、大丈夫だね。吹いたりしてないね。で、このリレーは壊れてるわけではないので、まだ使えるには使えるんですけど、廃棄ではちょっと休憩したらエアクリーナーとバルブカバー外してお掃除してきれいにします。はい、今エアクリーナーを取ったんですけど、ちょっとお昼ご飯後にウォーキング行ってきたんですけどね、ビタビタに汗かきましたねお気に入りの47で47モデルのジーパンで行っちゃったんですよ今日。そしたらビタビタに汗かいて帰ってきてちょっとね履き替えました。久しぶりの702でございます。うん、でね、ビチャビチャになった47モデルはね、今天日干ししてます本当はもうそこで洗いたいよね、本当はね。でも我慢する。ちょっとね、最低でも1ヶ月ぐらいはねちょっと我慢してね。どうしようかな、バルブカバー、あとね燃料のラインをねちょっとね作り直したいんですよ。あのシボレー40年代とかのシボレーになると、こっち側に燃料のラインがこう通ってるじゃないですか。で、こうね、取り回してこう入れるんだけど、キャブに。ジョコンダちゃんはね、あの燃料のラインのタンクのライン、あのラインがね、こっち側なんですよ。向こうではなくて。ね、燃料のラインがこっちへこういう風に通ってるじゃないですか。ね。真上から見るとね、ここもし緩んでプシューっていったらすぐヘダースの上なんですよ。うん、まあそんなこと言ったら、どこ通してもね、プシューっていったらね、あれ、まあ、例えばこの真下を通したとしてもさ、本当に全然関係ないこのインナーフェンダーのこっちを通してこう持ってくんだったらまだね、いいのかもしれないけど、もちろんそのつなぎ目がね、そこの、なんていうかな、インナーフェンダーからの出口のとこの中で、つなぎ目があるようにしてあげればね、もし万が一プシューってなっても熱源にはいかないよなただな、そこからなんだよな。そこから一本物のホースで持ってこようかな、ここまで。こう全部ね、こういう風にそこへね、直にね入れちゃう。悩むなこのパイプうまく曲げ直せばここへ来ないか。来るな。ちょっとやるか。よし、来た。よっしゃこのね、返しが映ってる。ここに返しを作ったもんでね。両方とも。こっちはでもか。ああ。はい。ではですね、こういう機材を使いまして、角度を変えていきます。難しいんだよな、これでも待って、まずここの角度を変えなきゃなんないから、ここからだ、曲げるのはここからだ。ここ頂点ね、90度にはしたくないんだけどな。あと銅管ってすぐ潰れるからね、本当は炙ってやるのがいいんだけど。いいね、いいとこまで行ったよ。そしたら今度はですね、ここの部分をこの辺からちょっとこっちへ元へ戻します。うわ、蚊がすげえ。あ、ストライプの蚊だ。これダメだ、ちょっと待ってて。お待たせしました、今蚊取り線香と、直接襲ってきたら直接撃ち殺してやる。
はい、この角度がビヨンってなってたんでそれを直しました。何言ってるか分かんねえよね何言ってるか分かんねえよね、本当にいつもそうで、ここでつながってやればどうよ、こう、ここもちろん戻さなきゃダメだな。ちょっと待っててね。はい、やってしまいました。ポッキリいっちゃいましたね、ちょっと力の加減はね脆いんだ。やっぱ炙ってやるべきだった。しょうがないので燃料ラインもホームセンターが復活するまでちょっとお預けにしといて、もう全部ねホースでやっちゃおうかと思ってたんですよ今ね、パイプ使わないで。そしたらそのホースがない、ね、燃料用のやつが、オイルのやつはね、オイルとか水のやつはあるんだけどな、これは使えねえか、短いか、短いな、あ、危ない危ない、ないんですよね、オイルのやつしかない、オイルとエアホースしかない、バッテリーのケーブルとかあんのにな。以前失敗してしくじったやつがそのままどっかに置いてなかったっけかな、それ刻んで使っちゃったんだっけかな、ね、ないんですよこう、太いやつはある、もっと太いやつとか、あのサイズのやつはこれなんだけどこんだけしかないもうくそくそくそ、あ、これはクロームに、お客様のご注文でクロームに出す予定のパーツでございます。それとこちらも、お客様のご注文のやつですね、到着しております。参りましたね。本当はね、ここだけ欲しいんですよ。これとこれだけ、これだけ、ここだけ。ないんだ、ここだけ。セットになっちゃうんですよ。なんでね、しょうがない。まあ、注文してくれた方にね、問い合わせして、このぐらいになっちゃいますけど、金額ね。うん、訳を話して、セットじゃないと出ないもんでって、そうするとこんな金額になっちゃいますって言ったら、あ、大丈夫です、注文してくださいと言われてたやつです。到着しました。ただね、金額がまあ高い。まあ高いよ。もう今アメリカから取るとパーツだけ。まあちょっとこの辺までにしとこうかな。まあでもちょこちょこやっぱいろいろいじくってると楽しいよね。長めの休日を楽しんでおります。一応お仕事募集中なんですけど、概要欄にお問い合わせ先とか載っけときますねもしね何かありましたらそちらの方までお問い合わせしていただけたらね。あ、ジョコンタさんもね相変わらずフォアセール中なんでね、はい、お問い合わせをお待ちしております。